ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。こちらは現在とても人気のスマートフォン、ユミデチ F1 です。今回はこのユミデチ F1 に搭載されているフラッシュライトのデザインが他のスマートフォンに搭載されているものと少し違いますのでご紹介したいと思います。このユミデチ F1 にデフォルトで搭載されているフラッシュライトがこちらのアプリになります。起動するともう一目でわかるかと思いますが、他のスマホに搭載されるフラッシュライトとはかなりデザインが違います。使い方としては、一見するとこの中央のボタンの部分を押すように見えるんですが、実はこの中央のボタンは押しても何もありません。フラッシュライトを実際に点灯するには、この下側オンのところをタップします。そうするとこのようにライトを点灯させることができます。ライトを消灯する場合は、オフの部分をタップします。では、この SOS は何かというと、このように LED の光で SOS のモールス信号を出すようになります。特に SOS にしたからといって、ブザーが鳴るわけではありません。ということで、今回は、現在とても人気のスマートフォン、ユミデチ F1 に搭載されるフラッシュライトをご紹介しました。なお、この動画の概要欄には、こちらのユミネジ F1 販売ページのリンクを貼っておきます。詳細なスペックのほか、最新の価格が気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。